はい、ね、ノバブラスター世界一のね、紅葉です。まあ、今回ね、このね、ビーバスパークというね、このね、ノバの聖地といっても過言ではないね、ところでね、ノバで暴れたいと思いますって、相手にもね、ノバがいるんでね、まあ、相手のノバをね、まあ、粉々のケチョンケチョンの粉砕にしてね、まあ、ボコボコにしていこうかなって思ってまーす。まあ、早速、まあ、俺のこのプレイング見せていっちゃうんだけど、まあ、多分みんなね、俺のプレイングでかっこよすぎて、多分みんなゲロ吐くと思う。やべ、コウさんかっこよすぎるって、おっと？まあ確かに今の相手のノバ倒したはいいんだけど、ちょっとね、チャーというね、シート使ってる人がね、ちょっとね、いますね。なんでまああれもね、まあ粉々の粉砕にしてね、まあなんならもう、俺のこのノバで相手のその持ってるプロコンとかコントローラーも粉砕する勢いでね、まあやっていきたいと思います。たぶん相手もね、俺のプレイングでね、多分ゲロ吐くと思うんだよね。おっと、ローラーがいらっしゃいますね。おっと、まあこれはね、ローラーという名前に実はみんなチート使ってるんですよね。普段だったらここで俺はね、死なないんですよ。ちゃんと直撃でね、直撃で当てて、まあ倒すんで、まあ、見ててくださいよ。今からね、僕のこの直撃を、もうバキンっていうのも、直撃の時の音めっちゃ気持ちいいでしょ。なんかバーンとかなんかバキンとかなんかすごいなんか何かが割れたような音しますよね。よし。おっと、もうね、チャートがね、あれがうるさいんですよね。なんでね、まあ俺がね、一発で仕留めていけばね、余裕っすよ。もうその切るだけじゃなくてね、もう塗りもね、しっかりしていくっていうね、素晴らしいスタイルね。皆さんもね、ぜひ真似してください。こうやってね、直撃、ほら、ね、直撃当ててね、しっかり倒していくね、スタイルですから。で、ここでもうイカスピアでね、もう暴れまくっちゃう。おっと、あ、これ相手チャー2人いんのか。気づかなかった。なるほどね。まあ、チャーはね、正直相手しなくていいんですよ。なぜならもう射程でね、もう負けてるんでね。俺がね、相手ですのでね、ローラーとね、ノバだけでいいんですよ。あとまあ塗ってね、しっかりと味方に貢献する、まあそれが世界一のプレイってもんかな。まあこのね、ノバをね、しっかりと網羅しつつで、これしっかりとローラもね、倒していって、ちゃんとね、こうやってね、チャーモネ倒していくっていうね、スタイルね。まあ、俺のね、世界一のあればね、こんなもん余裕っしょ。まあ、みんな見た俺のプレイ。まあ、ぜひみんな真似してくれよ。